オマ菊キは、日本の金星芸能、主に一中節の研究者。台湾の大場大学応用日本語学科教授。山梨県勝沼町生まれ、1986年、山梨県立甲府工業高等学校機械科卒、在学中に、テーマ、平面図形の図心、立体の重心を求めるで、山梨県工業高等学校、第1回プログラミングコンテスト金賞受賞。 1991年、東洋大学一部文学部国文学科卒。在学中に、一中節を中心テーマに据え、近世芸能の研究を始める。1991年度、東洋大学大学院文学研究科国文学、専攻博士前期課程一年時に、義大有教室第44期部門修了。同時期に重要無形文化財保持者、と一域の下で、 初代と太陽一中作曲の初期一中説を中心に語りの稽古を受ける。1994年より、原学衆院大学名誉教授、諏訪春を主催の中近生文芸研究会に参加。1996年、国立劇場内財団法人政会第9回、奨励賞受賞、東洋大学大学院起用第32週1999年度。 国立国文学研究資料館研究院。2000年、東洋大学大学院文学研究科国文学、専攻博士後期課程単位修得満期大学。2000年、台湾の大場大学応用日本語学科専任講師。2002年、学習院大学日本語日本文学博士を取得。同年、専任助理教授。2007年より専任副教授。2017年より、 専人教授。私第5は、日本の金星芸能に加え、台湾の寺病、民族信仰に対しても、研究の範囲を広げている。ありがとうございます。